この時間は IPO インタビューのコーナーです。本日東証グロース市場に新規上場した証券コード5596アウトルックコンサルティング株式会社代表取締役社長平尾康文さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、初値が1656円、この時間1405円で推移しています。 それではアウトロックコンサルティングどんな会社なのか会社の概要からご紹介いただけますでしょうか、はい、アウトロックコンサルティング代表取締役平尾と申しますよろししくお願いします弊社2006年創業で17年目を迎えております創業以来経営管理システムを一貫して手掛けてきております当社の事業について申し上げますと当社の独自の開発の経営管理システムでありますサクトナの提供 それからそれを活用した経営管理そしてアプリケーション導入開発のためのコンサルティングということをさせていただいておりますこのサクッとなというのはイタリア語っぽい響きでございますが日本語でございましてサクッとなていうところから来ております、えー、言葉通り簡単簡潔に使えるシステムということが由来になっておりますサクッとなで とということなんですね、はいはい、ユニークなネーミングですけれども、はい、ではそのサクトナについて、ご紹介いただけますでしょうか、はいはい、サクトナ経営管理システムでございますが、利用範囲はです、ね、企業の本体の PL だけではなくて、各事業部のプロジェクト採算管理や、販売見込みに基づいて在庫量を管理するような需給管理業務ですね。 それからコンサルティング会社や IT 会社ではよく行われております人員の工数稼働率管理そういうものにも幅広く使われております、まあ、グローバルに計画見込み実績その管理の業務に広く使われているものでございます、はい、であのほとんどの企業におきましてですね現在どういう形で行われているかと いいますととで数値管理をされているのが実情だと思います、まあ、社内に分散した情報を集めるのにエクセルファイルを添付したメールを社内で回して集計していくと、まあ、その間に天気ミスなどの間違いもありますしまた複数のファイルをつなげていきますので、えー、集計ファイルは担当者しかわからない複雑で俗人化したものになっていると、まあ、結果的に集計に時間もかかりますし数字も間違えているといったことが頻発していると思います。 そんな中で s a c t を導入することによってファイルの更新の都度ファイル名を変えなくても全ての履歴を自動で保存しますし社内の他のシステムと自動でデータ連携それから共通経費の各部への配布も自動で実施します専用のデータベースで大量のデータを管理して組織改編にも柔軟に対応しそれから結果はビジュアル化して見えるようになります。 まあ実際のユーザー企業様の例として担当者の工数削減といった直接的なもののみならず不審在庫の削減といったような成果も寄せられております正しい情報に基づいて意思決定のスピードアップが図れるということが最大のベネフィットだと考えております経営管理という業務でございますけれども会社ごと業務ごとに管理方法が大きく異なっております まあそういう異なったものを統一したシステムにするっていうのは元来難しいものでございまして結果的に皆様エクセル等を使って手作業で行われているというケースがほとんどになっております、まあ、そんな中で作動の大きな特徴はインターフェースがお客様が目にするインターフェースはエクセルでございましてユーザーが抵抗なく使えます、まあ、さらにユーザー様が目にする画面は統一された一種類のものではなくて 会社や部門ごとに最適なフォーサクトナ、まあまあ、らはそのインターフェースとなっている Excel の数値や文字情報を勘定科目日付組織予算化それが予算か見込みか実績期かといったような属性情報とともに Excel ファイルを保存すると同時に DB に取り込む構造になっていますそして出力はそういったことを多次元の軸で出力できるということでそれを比較して見れるというような比較分析できると。 いいうシステムでございますあの経営管理システムというと、ちょっと抽象的な印象を受けるんですけれども、はいはい、いろんなことができるんです、ね、そうですね、その基盤としてのシステムの提供と、その上でアプリケーションを構築するというまあコンサルティング、この2つで成り立っているのがそして、エクセルというお話ありましたけれども、エクセルがあれば導入できるものなんでしょうか。はいはい Excel 並びにあのブライザーを使いますけれども、ブライザーは皆様、使われていると思いますので、えー、はい、そういう意味ではハードルが非常に低いシステム導入のハードルが低いですね。それでは、えー、続きまして、業績面について、教えていただけますでしょうか、はいはい、あの事業は大きく2つので構成されております、まあ、左側の部分ですね、ユーザー数で課金する年間利用ライセンス、それから当社で運営するクラウドのサーバーを利用する際のインフラ利用料。 ここれでで構成すす。す。るベーススビジネスでございままちらあの解約率も低く積み上がりり型の収入になっておりますで右側のコンサルティングでございますがまあ当社ではさまざまな会社のベストプラクティス経営管理のベストプラクティスを存じ上げておりますのでそれらを参考にお客さんにとってベストな管理手法を提案それからアプリケーションに落としていくという業務でございます。 サクな初期の導入時のコンサルに加えまして、導入後もですねお客様の中で活用領域や活用部局の拡大といったことをやっていただいておりまして、その際に追加でご依頼いただく拡張支援のコンサルティング、そちらが多くあるということが特徴でございますベースビジネスについては、サブスク型という理解、ででよろしいでしいょうか、はいうね、年間利用、サブスクで1年間いただいております。 で解約率が低いということですね。すね年間で3%前後というような形で。あ、年間で3%で、ね、くらいということですね。はい、はい。ええー、そして次にこちら導入顧客企業例ということでご用意いただきました、はい。はい。あのこちらあの現在お使いいただいているお客様の一部でございますけれども、よくご存知の会社が並んでられるかと思います。まあこういった一流の会社様のですね。 お眼鏡にかなった製品、サービスであるという調査だと考えております、はい、こちら、拝見しますと、大企業、はい、それから上場企業もかなり多いですね、はいはい、そうですねあの全上場企業ならびに上場企業の関連会社様で、まあ、全体の8割強を占めている状況でございますそしてお客さんの業種も特に制限内と言いましょうか。そうですね あの管理会計でございますので、どの業種問わず、企業体であれば、もう本当に必要なものであるということで、業種、まなく分散しておりますそれでは、本社の特徴、強みについて、さらにこちらのスライドでご紹介いただけますでしわれわれの強みは、14年間のサクトナの利用実績、それから製品改善で培われていきました、製品の使いやすさといった点に加えまして、 経験あるコンサルタントがお客様のニーズを汲み取って、まあ、柔軟にアプリを構築していけること、まあ、さらに自社のプロダクトでございますのであのお客さんの声はタイムリーにサクトナの製品に、えー、製品改善にも反映していけると、まあ、そういうことの結果お客様は安心して利用を継続拡大いただけるという非常に高循化なモデルがすでに確立されているということが強みだと考えております、はいえー、強みとこういうことです。はいはい それでは今後についてもお伺いしたいと思います、はい、成長戦略はどのようなイメージでしょうか、はい、成長戦略はです、ね、大きく2つでございます国内外でのお客様の拡大それから AI 活用も含めました製品コンサルの強化といった点でございます制度会計と異なりまして管理会計という分野は国ごとによる制度の差はございません でまたエクセルはグローバルに使われている表計算ソフトでございますで。弊社の製品はもうすでに英語と中国語で任務も対応しておりますし、えー、現在のお客様もグローバルに現地法人それから海外関係会社でご活用もいただいております。今後はですね北米や英語圏を中心とした海外に広く展開していきたいというふうに考えております。はい こちらに1、2、3と3つ挙げていただいてますけれども1番目の新規顧客の拡大というところですけれども先ほどもお話いただきましたけれども大企業のお客さん多いということなんですけれども引き続きターゲットはそういった企業ということになるんでしょうかそうですねあのニーズのあるお客様はぜひお使いいただきたいところでございますがこれまでのところはやはり中規模から大規模の,お客あの企業の会社様のニーズがやはり高かったということもあって。 非常にそこがメインのお客様になっておりますが、徐々に中小企業様もです、ね、ニーズをお感じだと思いますので、こちらにもです、ね、展開はしていきたいと思ってはおります、はいはい、そしてグローバル展開のところなんですけれども、お話にあったように、はい、こう比較的海外展開しやすいビジネスということになるんでしょうかね、はい、そうですね。あのやはりりま、えー、まさにに制度会計になりますとお 税法法法を含めまして会計法会計社法国の特徴がやはり多くございますのでなかなか日本のソフトをそのまま海外ということは難しいんですが、まあ、管理会計は本当にもう突き詰めると売り上げと利益とキャッシュだということにまあつきますので、まあ、これについてはグローバルでやることは変わらない、まあ、どちらかというと業種とか会社ごとの差の方が大きいわけですが、まあ、それを吸収できる柔軟な仕組みでございますので。えー 海外展開っていうのはやっていけるというふうに考えております。今現在海外展開についてはどのような状況なんでしょうか。はいはい、あのすでにまあお客様の現地法人は使われておりますが、国内の本社から展開したケースもあれば、海外の現地法人から直接お問い合わせをいただいてご利用いただいているというケースもございます。まあこれからはまあ現地ローカルのですね会社様にも。 展開していきたいということで現時点においてはまだデスクトップリサーチの段階ではございますが、えー、早くですね、えー、展開していきたいということで準備を開始しているところではございます。はいはい。はい、えー、そして機能の強化も進めていくということですね。すねはい。はい、あのはい<え>あどうぞ。ああのこの管理会計という分野は今出てきております AI が比較的 活用できる分野だというふうに考えておりまして、まだ研究途上ではございますけれども、将来予測、それから生成 AI ですね、この辺も含めまして、非常に使い勝手があるんではないかなというふうには考えておりますー AI とも相性がいいんではないか、ね、ということですかね、はい、はいえー、分かりました。はいえー、それででは、えー、もう少しお時間ありますのの、えー、最後にに、えー、投資家の皆さんに向けて、はい 平尾社長からメッセージをお願いできればと思いますはい、あのこれまで着実に事業を拡大成長させてきましたが今後につきましてもですね、しっかりと事業を拡大してお客様の業績向上それから生産性の向上ここに貢献していきたいというふうに考えております国内外に展開して世界で通用する トップの地の企業になっていきたいと思っておりますのでぜひご支援のほどよろしくお願いいたします、はい、アウトルックコンサルティングの平尾康文社長にお伺いしままししたた今日はあありりががととううごござざいいました。